ただきます。2年人間発達学部の横井瑞希と、同じく2年音楽学部、はい、松本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、続いて演奏させていただく曲はボンビーズオブラブです。吹奏楽では超有名な曲、聴いたことがある方も多いのではないでしょうか。オーメンズオブラブは恋の予感という意味。皆さん、恋をしていますか？恋をしているような気持ちになって聴いてみてください。Thank you.
でお願いします。はい、ホットドッグとフライドポテト売ってます、買ってください。それでは曲へ参りましょう。皆さんも好きなジブリの作品を思い浮かべながらお聴きください。Thank you.
Thank you.
った曲。おお、すごい。はい。どんな曲が入っているかはお楽しみです。はい。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。それではテレビファミリーです。